エンボイは GM が製造、GMC ブランドで販売していた自動車である。1997年、GMC ジミーの豪華使用者として販売を開始した。グレードは、リモートトランクリリース、HID ヘッドランプ、ヒーター付きドアミラー及びフロントシート、坊主製、オーディオシステムなど、通常のジミーにはない数多くの特別装備を備え、さらに、 オプションとして、パワーサンルーフ、ロッキングディファレンシャル、フロントパワーシートなども用意された。2002年、ジミーの後継車種として、再び登場した。ブレーザーの後継となったトレールブレーザーと引き続き、車体を共有していたが、スタイリングは異なったものが、与えられた。また、エンボイをベースとしたモデルが、米国イスズで、アセンダーとして販売された。 エンボーイは、モータートレンド氏の2002年 SUV オブザイヤーに、選ばれた。エンジンは、直列6気筒4.2リットルと、V 型8気筒5.3リットルの2種類であった。V8 は XL およびデナリに搭載され、2005年から、気筒給紙機構が付けられた。時期64.2リットルエンジンは2002年から2005年まで、10ベストエンジンに選出された。製造は、 標準ボディ車が、オハイオ州モレーン工場、ロングボディの XL 及びザブが、オクラホマ州のオクラホマシティ組み立て工場で行われていた。2006年2月20日のオクラホマシティ工場の閉鎖により、2007年モデルイヤー以後は、標準ボディのみのラインアップとなった。さらに2008年12月23日には、モレーン工場も閉鎖され、 エンボイは2009年モデルや限りで打ち切られた。代わって、中型クロスオーバー SUV の GMC テレインが登場した。エンボイ XL トレールブレーザーと同様に、エンボイにも3列シート7人乗りの XL が用意されていた。エンボイ XL は標準ボディを16イン延長し、3列目にも楽に乗れるように配流付加されていた。 同モデルは、オクラホマシティ工場の閉鎖に伴い2006年、モデルイヤー限りで廃止され、代わって2007年モデルイヤーからは、クロスオーバー SUV の GMC アカディアが、登場した。エンボイザブ2003年に登場した5人乗り、エンボイザブは、ピックアップトラックと SUV を融合させる、試みであった。エンボイザブは1960年代のスチュードベーカー。 ワゴネアを連想させる可動式のリアルーフセクションを備えていた。リアルーフが前方にスライドすることで室内高を超える高さの貨物を積載できた。横開きにも下開きにもできるにーテールゲートを持ち、リアのスライドガラスはテールゲートの中に収まる。また、過室と客室を仕切るためのミッドゲートを備えていた。ミッドゲートは 背もたれと同じ高さの上半分を仕切るスライドガラス付きのプラスチック製パネルである。カーゴエリアは防水加工され、また簡単に水洗いできるように排水システムが取り付けられた。ピックアップトラックもしくはシボレーアバランチのようなトラック風の車種に対するエンボイザブの優位性はルーフとリアガラスを閉じることでルーフの高さまであるカーゴエリアを密閉された状態で確保することができる。 点である。逆に劣る点は、カーゴベッドエリアが短いことや側面ガラスが壊れやすい点である。エンボイザブの販売は低調で、年3万台の目標に対し2004年の実績は約1万2000台に止まった。ザブの製造は2005年3月15日で打ち切られた。デナリ2005年、高級グレードのデナリがエンボイにも加わり、 標準ボディおよび XL の両方に設定された。エンボイデナリはデナリのトレードマークであるハニカムグリル、アップグレードされた内装、高級車のような装備、ヒーター付けヘパワーシート、木目調トリム、雨滴感知式ワイパーなどを備え、気筒級式高付け5.3リットル V8 エンジンを搭載した。価格は エンボイデナリが37,145から42,750ベイドル。エンボイ XL デナリが38,575から43,895ベイドルであった。2006年モデルでは新たに18インチアロイホイールが装着された。アンボイは英語で施設、講師を意味する。ありがとうございます。